デイリービルの山根です。本日は麗澤大学国際学部教授でジャーナリストの佐々木瑠衣さんをお招きしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、早速ですが、はい、一昨日ですね、はい、このビール最新12月号が発売となりました。はい、特集は岸場政権の正体と、うん、これ5時じゃないですよ、うん、岸田、ね、石場合わせて岸場政権の正体、うん、ということでね、桜井よし子さん、川田隆翔さん、高橋翔一さん登場いただいておりますが、佐々木さんの名前もありますね。そうですね、Facebook で発見、はい、香港初対日洗脳工作サイトということで、はい、これはまあ岸田政権というより石破政権とは、うん、まあ、直接は関係ないところで中国の話、うん、そうですね、中国なんですが、認知戦と言われている認知戦、まあ、要は SNS を使った洗脳工作ですよね。はい、うん、でこれがね、あまりにも最近目立つので、ええ、でまた、いわゆる保守系と言われているような私の知り合いなんかが、ええ、いいねっていうのを連打してるんでね。どういった記事にこう、はい、いいねを押してるんでしょうかね。記事というか動画、ね、動画ですね、まあ、特攻隊員の話はメインにしてね、かわいそうお涙ちょうだいみたいな作りになってるんですけど、はい、画像をねパッと見てもね、その文言見てもね、どっからどう見ても怪しいだろうというのがすぐわかるわけですよ。日本語がまずなってないし、あの画像を見ても日本軍のその兵士、なんだ見たことないよね、ドイツ軍なんとかナチスかみたいな軍服だったりね、もう全部デタラメなわけですよ。その特攻隊員のね、祭壇なんていうのはどこからどう見ても中華風な感じだったりね、おかしいだろうと思って、私がそのまたこれは Facebook なんですけれども、うん、Facebook のそのツールを使ってね、発信元っていうのが見れるんですよ。居住地域っていうのは発信者の管理者の、とね、香港めちゃくちゃ多いですね、うん、で、ああもうこうかと、ああなるほどなと。で、なんで香港なのかというと、中国はあの皆さんご存知の通り、あの Facebook とか YouTube は使えないわけですよね。で使えないっていうのは、その彼ら自身が不都合な情報を欧米、まあ、西側から入れたくない、ブロックしたいっていう思惑があってのことなんだけれども、逆に今度彼らはそれで Facebook とか YouTube を使って西側諸国にこの仕掛けることができないわけなので、じゃあどうしたらいいんだったら、唯一それが使える香港を通して香港から発信するというようなことをやってるんだなっていうのが分かりますね。それで、あのかわいそうだねかわいそうだねお涙ちょうだいに持ってきつつ、その彼らの狙いっていうのは、昭和のあの時代を忘れるなよと、日本は軍国主義でね、こんな特攻隊員なんか使って、あの他国に迷惑かけたんだぞと、であんたの昔の人たち先人はね悪いことばっかりしたんだぞと、でこれでいいのかっていうようなね、沿線気分を植え付ける、そういうのがね、うん、はっきりしてますよね。沿線ってことは、うん、まあそれは来たるべき戦うのは嫌だっていうのが、いやいやっていうのが縁ですね。で来たるべき台湾有事っていうのを想定してですね、うん、まあ、もちろんですね、はい、でこれはね多分エスカレートするとですね、うん、多分その台湾有事になった時、日本がなんか手助けしようとしてもろくなことにならないぞとかね、うん、逆に日本が大変なことになるぞとか、でアメリカなんか助けに来ないぞと、うん、でアメリカも助けに来ないのに日本だけがなんか台湾と一緒になって我々に盾つくのかみたいなね、恫喝交じりのね情報を流してくると思われますね、うん、平時でこれですからね、はい、要は向こうは武力使う前にね、孫子の兵法ですよ、うん、武力を行使する前にその、心を折る、攻めていく相手、はい、まあ、日本とか台湾ですよね、うん、の日本人とか台湾人の心を折る、うん、で戦わずして勝つという方向に持っていくという環境を整えるっていうのはね、考えられますよね。その割にこの結構その荒いじゃないですか、荒いですね、というか時代交渉というか、荒いですね、なんでね、そのあたり、まあ、じっくり、うん、まあ、すぐいいねを押さずに、うん、実際その背景に何があるのかっていうのをじっくり見たらね、おそらく見極められる方もね多いかと思いますので ね、安易にあまりこう拡散しない方がいいというところでね、一度疑ってみてはというところなんですが、はい、それこそ日本では、それこそ、このおそらく公開当日が、投開票日ですよ、はい、あの総選挙衆院選の、うんうんうん、はい、でアメリカ大統領選も、ね、1週間後迫りますと、そんな中でやっぱり選挙というのはおそらくその後日本もアメリカも混乱が予想されるであろうというこの情勢なわけですけれども、間違いない、やっぱそこでやっぱり権力の空白といいますかね、そう狙ってくるのがやっぱり中国であると。おっしゃる通りですね、もちろん情報戦こういったプロパガンダもますますこう苛烈になってくるでしょうし、そうです、定石ですよ、はい、まあ、将棋指してると思えばね、打たない手はないわけですよ。こっちがもう
手打ったんだから、はい、あなたの番ですよって言った時に、うん、いや、やりませんなんていうね、のが許されないのと同じで、うん、必ずね、いい手打ってきますよ、うんうん、それこそ、その選挙が近づくと、うん、仕掛けてくるっていうので言えば、うん、その前の方で、11月号でね、はい、佐々木さん書いていただいたのが、うん、自民党総裁選の、はい、告示日の前日にあそうですね、告示日の、その総裁選のね総裁選の告示日の前日に石破圧勝ね石破圧勝っていう、うん、まあ世論調査自民党がね、うん、お金をかけて調査した、うん、とされるものがこうルフされたと そうですね、一斉にね、はい、出回ったって言ってでも実際それは、うん、全くフェイクですね。フェイクだったということで。そうですね、はい、私の知り合いでもこのね月刊ウィリューに書かせていただいてからね、いや僕のところもあの日夜来たよと前日ね、そういう方もいらっしゃいましたね複数ね、うん、だから相当巻いたんだろうなと、うん、だから影響力大きいなって言うんでね、これはちょっと見過ごせないぞというそういう思いがあって、まあ、書かせていただいたわけなんですけれども、まあ悪意は本当転がってますねあっちこっちにね、特になんか最近ねそれが顕在化してるような気がしますね、まあ、中国ですよ、うん、中国でロシアもね結構まあうまいですよね姿がなかなか見えないんですけども仕掛けてきてるのは間違いない、やっぱり分かりやすいのが中国ですね、時々尻尾出してくれるんでね分かりやすいんですけどね、今回のだってね普通政治見て選挙やってればね、この総裁選で自民党そのもの本部がね調査なんかするわけなくって、普通はピンとくるわけですよ、すぐバレるぞっていうのをね、ちょっとやっちゃったりするのが中国のね、意外と緻密なようでいて脇の甘さでもあったりするんですよね、それは感じますね、で、まあ、結果としては実際石破さんが総裁に選ばれて、ただ中国の誤算としては、ここまで石破さんが人気がなかったっていうのは、それが誤算だったかもしれないですね、まさか1ヶ月2ヶ月でもう倒れるんじゃないかというようなね、今勢いですけど、だったらね、はい、高橋さんを支援してね、で早い段階でね引きずり下ろすみたいなことをね戦略取った方が良かったんじゃないのかなってね、作戦会議やってると思いますよ本当に、中国大使館の中で、はい、いやいや石破の人気のなさは中国もね突然読めなかったという、だからもう本当に嵐の前のっていうか、もう嵐の中入っちゃってるの気づかないだけでね、大変なことがこの日の日をまたぐときにね、起きてる可能性はありますね、といったところでね、はい、もういずれにせよ、まあ、予断は許さない情勢なわけですかね、はい、ぜひこう騙されないためにも、プロパガンダ、騙されないためにも ね、佐々木さんの、ね、記事を読んでいただければ、そしてね、ウィル最新12月号、概要欄にね、購入リンクを貼っておりますので、ぜひお買い求めください。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。近藤さんお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、私ね今この雑誌の締め切り前でね、はい、非常に、忙しくてですね、はい、でこう会社にね泊まり込みとかね、徹夜とかもあったりするんですよ、したら一番こう欲するものがあるわけですね。欲するもの何でしょうか。睡眠。睡眠もなんですけれども、やっぱねずっとこう屋内室内にいると空気がね、だからたまに、まあね、この原稿ここまでやったら外で散歩しようみたいな、あるわけですよ深夜、徘徊してるわけですけれども深夜徘徊、はい、でねやっぱ新鮮な空気をどうせなら吸いたいじゃないですか、はい、で今回、風と雪コラボでは、空気清浄機、空気清浄機、ね、はい、紹介させていただきたいと思います。で、こちら並んでますけどね、2色ありますね、これ J-Air 空間清浄機 J-Air、空間を清浄する、もう空間をそのものを清浄しようじゃないかと、はい、で、はい、かわいいですよねこれ、デザインがまずこれがね、デザインこのデザインもすごい、インテリアとして、木目調のインテリアですよね、はい、コンパクトながら高性能というのがね、J Air の最大の特徴でして、こう簡単にね紹介させてもらうと、まるで森の中にいるような思わずね深呼吸したくなる新鮮な空気を目指した製品ですと。へえ、はい、ここからそう森の中にいるような空気がそうなんですよ出てくる、はい、あら、でフィルターやファンがない、で独自のイオン電極により、大量のマイナスイオンと微量のオゾンを発生させ、本当だ森の中だ、塵や菌、匂い物質に立ち向かう空気を生成します。はい、で一般的な空気清浄機に比べて圧倒的にねコンパクトなんですよ、なんか例えばビジネスホテルに置いてあるのって本当これぐらいしますよね、本当ね、キャリーケースぐらい、そうなんですよ、もうこれ1台めちゃくちゃコンパクトです、で設置場所にも困らない、あ、ね、で移動も簡単ですと。
で木目調のね、はい、クミコっていう名前らしい、うん、クミコ、クミコちゃん、黒の黒、オールブラック、オールブラック、オールブラック、なぜかクミコっていう可愛らしい名前なのに、うん、こっちは無骨なオールブラック、いいですね、なんかあれみたい、ラグビーのやつ、ニュージーランドみたいな、ね、うん、はい、でね、いずれもインテリアとしても素敵な雰囲気を作ることが可能です、うん、そうですね、かっこよくて可愛いから、そうなんですよ、うん、で料金なんと、うん、17万2700円、税込みです。おお、まあでもね、金額だけ聞いたらちょっと高いのかなと思うけど、うん、性能がね、うん、良ければ、ああなるほどってなるかもしれないから、ちょっと性能を見てみましょう。ええーはい、でね、実はこれ撮影前に、ね、うん、稼働して実際動いてたんですよね、うん、これ今繋がってないですけども、はい、どうでしたか、あ、入ってきた時、うん、あれなんかちょっといつもの殺伐とした空気と違うと思いました、うん、ちょっと匂いもね、うん、違いますよね、うん、でタバコ臭くないもん、ですよね、ですよね、うんうん、本当は絶対タバコ臭いはずなんですよあ、でも私もう泊まりで、なんならこれ2日来てますから今、あ、全然臭くないですよね、それも全部組み込む、うん、なるほど、じゃあすごいじゃないですか、だからプラスこのマイナスイオンの微量のオゾンもなんとなく感じませんでした、うんうん、森の中みたいな、うん、あ、ちょっと気持ちが落ち着いたかもしれない、うん、でね、はい、空気っていうことでね、視聴者の皆さん、うん、こう画面越しにどれぐらい伝わってるかっていうのは、うん、まあ、おそらくあまり伝わってないかもしれませんが、思います、そうで、今回はね、このメーカーさんより、うん、本製品の検証動画をね提供していただいております、はい、あ、ぜひ見たいです、で、ね、どうぞ、これから流れると思います、はい、どうぞ、なんか煙ってますね、何の煙、煙、タバコみたいな煙があって、もう一瞬にして、あ、すごい、クリアになりましたね、これね、クミコが、クミコがあ、もうこの、あ、もう新鮮な空気だ、15秒ぐらいで、うん、もうなんだろう、一気に綺麗になりましたね、なりましたね、ええ、これは強力ですわ、これいいですね、これは17万、うん、安い、安いかも、ええ、で、あれでしょ、匂いとかも消してくれるから、匂いも消します、これから冬になって、ええ、エアコンでこうあんまりこう換気をしなくなるでしょ、うん、そんな時にお家の中の匂いとかが、確かにいいかもしれない、そうですね、うん、これ1台で、まあ、おそらく部屋に1台置いたら、うん、もう大きな部屋でもね、うん、おそらく全部こう吸い込んでくれる、そう、なんかね、25畳まで対応みたいですよ、25畳、うん、25畳って、まあ、なかなかないじゃないですか、うん、よっぽど金持ちのリビングぐらいじゃないですか、うんうん、だから普通のお家だったら、うん、何 2L ぐらい、あ、じゃあ、え、17万でこんなコンパクトでそれ1台置いといたら、はいはい、家族みんな森の中にいるような気持ちで、うん、匂いとかも気にならず、うん、埃とか、うん、花粉とか、うん、もう綺麗になるってことですよね、そう、あら、じゃあお得かもしれないですよ、うん、で、置き場所に困らないから、といったところでね、非常にこの映像でもね、はい、効果が絶大だとね、うん、あっという間でしたね、はい、お分かりになったかと思いますが、うん、本日紹介した、空間清浄機 J-Air、はい、風と雪ウェブサイトからね購入可能です、はい、で、風と雪インスタグラムでも、他にもねおすすめ商品たくさん紹介してありますんでね、ぜひご覧ください、はい、それぞれ概要欄に URL を貼っておきますのでね、ぜひ覗いてみてください。近藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。